ETC 謝罪機にカードが残っています。毎日磨くスニーカーとバスフィッシングスキル。やむ湖霞ヶ浦に潜伏するハイパーヘビー級モンスター、今回も暑苦しく登場。イエーイ、ブラックバスター始まるぞ。霞ヶ浦のブラックスターこと吉田優。みんな一つになるショータイムを公開。ブラックバスター始まりましたよ。まあ言ってもですね、今回は、関東で爆鳥を見せてやろうかなと思ったんだけど、先日の台風で、そういうフィールドは全て終わりました。本来ならこの時期に発生する関東のとあるパラダイスで爆鳥を満喫する予定だったが、あちこちを見回ってたどり着いたのは、ブラックバスが釣れるのは都市伝説レベルの激ヤバフィールド、手賀沼。まあもうなかなかね、こう爆鳥ではないフィールドをまた選びましたよ。まあゼロハンゲーム、まあ俺の大好きなゲームなんでね、こっちにやりてえなと思うところですが、初めてのフィールドなんで、もう今回はこのブラックバスターを用意しましたね。こいつジョンボートとおかっぱり2本立てで手賀沼を攻める。で毎回なんか俺はこういうこうゼロワンゲーム厳しいところ、そんなところばっかりチョイスされてるから、もうほんとたまにはさ、パラダイスでさ、もう釣りすぎて困るよ的なところをね、今回見せたかったんだけど、今回も、修行が続きます。ただ俺は攻める。今回も懲りずにパワーゲームで攻めて攻めて攻めまくる。パッカン、キラッキラッやりたいんですよ。ドボモン、真っ昼なの出来事って、そういうの狙ってんですよ。イエース、すごくない？イエースイエース、よっしゃでけ。ブリトニーまで行かないけどね、結構でかい魚は。まあ言ってもちょっと広範囲にね、探れるようにスピナーベイでザ・リーグに、スピナーベイでザ・リーグに、ビッグワン、ビギー狙ってますから。沖の方でこうモワ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 やってる、あの辺ほら、あの辺ほら、魚気がすごいじゃん、ベイト見える。結構なんか釣り番組っぽくなってきたね。真面目なことを言ってもんね、おでもおで真面目なこと言ってるから。はい、カタ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 、パッカーン、やりたいでしょ。いいよ、通るで、やっぱ競争。よっしゃ出た、よっしゃでけ、よっしゃ、バレないでくれよ。よっしゃ、言ったってザ・リーガリン、そしてビギーですよ。初日午前、今回はまずおかっぱりからスタート。やってきたのは手賀沼水系の小規模河川。本当なら爆鳥パラダイスにいるはずだったが、参ったね。今いるのは日本でも有数のスーパータフフィールド、手賀沼水系。果たしてバスはいるのだろうか。
というところですね、相変わらず、まあ、あのタックルは見てもらってね分かる通り、パワーゲームでございます、フィネス全く持ってきてません、いりません、悪いけど俺は攻めます、もう完全にそのなんつーのフィネスいらない感じだから、もうパワーゲームでやるとしかないけど、まあフィールド的には本当に全くやったことないね、どっからこう降りれたりとかっていうのも全然わかんないようなレベルだから、まあちょっと探りながらどんなね魚が遊んでくれるかわかりませんけれども、とりあえずこう秋という感じの魚をできれば釣りたいなとは思いますけどね。なんでまあまあ、どんな感じなのか全くわかりませんので、コメントもこの辺で終わります。練りに練っていた計画が直前で台無しになったためお許しを。よっしゃ、なんかやっぱ初めてのところは若くするやな、とりあえず。あーでもあっせえな、あっせえはあっせえぞ。フルスイング5インチ。まず手にしたルアーはフルスイング5インチのノーシンカーリグ。水を結構思ったより綺麗だね。足元は注意しないとね、要注意。俺から出てこい、消えろ。消えないっすね。ちっちゃいバスがいる。おお。小さいバスがいた今、ほら。食えないサイズがいましたよ。食えないサイズ。俺のには食えないけど。スロー再生してみても今一つよくわからないが、開始早々にしてバスの姿を確認。どうやらこの水系にもブラックバスが存在しているようだ。次はバトルフックザ・リーガニー 4.41。 次は地形を探るためバトルフック 4.4 インチのリーダーレスダウンショット。釣れそうだね。これ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 、すげえ。ボトムがなんか硬い。再びフルスイング5インチのノーシンカーリグ。
かい。これバスバスバス。ああ行っちゃった。2匹。ギリギリ回ってたね。あれはフィニッシュじゃないと食わないね。でかいのいた今。2匹。1匹はちっちゃかった。それじゃあちょっとああいうアグレッシブな魚じゃないね、あれは。なんかやっぱり雨が降ってるから数日の雨でちょっとこういう釣りよりもバギークロードリフトとかの方がいいのかな。魚はいるけどちょっとあれはこういう釣りでは釣れないから、ちょっと一回上まで歩いてぐるっと回ってみよう。上流へと向かいつつ、途中水辺に立てるところがあればチェック。ほんと夏じゃないからどこにいるか分かんないね。こういうとこにいたら多分すぐモワーッと吹くんだろうけど、でも水深はね結構思ったよりあんのよ。なんかやっぱ上にはあんまりお魚いないかな。オーマイガーオーマイガー。うん、上行きましょう、上行きましょう、上行きましょう。橋を渡って対岸から下流方面へと折り返す。まあまあ暑いな。ブラックバスト。あ、なんかいた。カメか。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。